はい、ということでね、もうクソもないけど、前回の続き。はい、前回ね、相性を開封させていただきました。はい、見事ね、お目当てのものが出たということで、今回はすげーリベンジ。はい、 H 賞色紙。はい、もうこのニックキー、悟空とベジータ、これ以外がまだ出てないっていうね、もう天文学的数値を叩き出したね、ヒューの男。今回こそはこの3枚で、お目当てのこの3枚もうぶち抜きますよ。もう3枚で3枚もぶち抜きますよ、これ。よっしゃ、早速ね、もうペリペリといきますか。もうね、もうちゃっちゃといこう、ちゃっちゃとテンポよく。よっしゃ、じゃあね、もう1個目からもうボンボンといっちゃうか。もうね、もう3枚もう一気に出すぜ。もうほんとお目当てだもんね。はい、いきます。はい、せーの、じゃん。おっしゃー、来た、やった、ついに初めて見たぜ、悟空とベジータ以外のやつ。いや、ここなんて言っても、ちょっと待ってくれよ、ここ悟空とベジータだろう、受け取るには。ちょっと普通すぎだな、面白くないな。まあまあ、いっかいっか、うん。ではね、あと2種類ぶち抜きますよ。あと2種類、本当に、ね、理想的なあれでぶち抜けるかもしれん、これ。よっしゃ、2枚目、いきます。2枚目、いくぜ、来いよ、せーの、ドン。そっちじゃねえもうそっちじゃねえ上に、もうなんかもうこれだったら、もう本当悟空とベジータが来てほしかった、これ。どうせ違うんだったら。いや、マジか、そういう出方する。頼むよ、このどっちか。ちょっと待ってもね、これ最後の1枚なんでね、これはもちろんあの空気読んで出てくれると思いますよ、本当に。はい、もう空気読んでますからね、色紙は期待を裏切らない。いくぜ、せーの、はいそっちじゃねえいや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 、あのね、ダブって面白いお前だ、ちょっとダブって面白いのかもしれないけど、いや、ここ悟空とベジータだろう、これ。悟空とベジータじゃねえのに、なんか これが続けて出るってすげえ中途半端な、なんだこれ、ちょっと待ってくれ、これなんだこの中途半端な終わり方、ちょっと納得いかないけど、まあね、面白くもなくってことでね、ついでだから、もうね、おまけとしてね、G 賞、マグカップ、これ1個しかないんですけどね、これがどういうもんかね、実際手に取って見てみましょうかね。いやー、ちょっといろんな意味で期待裏切る結果になったな。俺的にも全然面白くないしね、これ多分編集してても全然面白くないと思う、これ。そういう出方すっかな。はい、ということで、こう悟空ということでね、59、中は何も書いてない。はい、で59ということでね、悟空の今までのね、形態ですね、成長の仕方。まあ、こっちの59のあれ柄はいいね、悟空が描かれててね、
はい、ということでね、なんだろうね、うん、終わりたいと思います。